ました。奈良原、川原が間で受ける。裏に通りません。石原でしたが、もう一度川原が抜けてくる。ペナルティーレベル。川原のシュート決まった。川原 J1 初ゴールは起死回生。チームにとって大きな大きな同点だ。で、まあ、ここでまず見て立てますからですけれども、札幌のせいだと思ったんですけれども、また連続者入ってきましたよね。はい。札幌の人数いたんですけれども、まあ、札幌のディフェンスの選手と、まあ、その分誰ですか、川田選手ですね。それをうまくおとりに使って、はい、最後流し込みましたけども、まあ、田中選手も上はなりません。脇坂保ねています。間を割っていく脇坂、3人を倒しました。左には瀬川へ、瀬川からクロスボール。これが前の脇坂のドリブルです。そうですね、2人の間を割ってさらにその後もう一人かわしました。上半身がこうぶれてないです、力入ってないですからね。コスという意味では非常に難しくなります。まだボール残ってます。拾ったのは神戸、斉藤美月、中へのパス、パトリッキー、ジョン・ソンミョン防ぎました。ヴィッセル神戸、そうですね、ここ後半の最後までグラウンド乾いててボール出ないんですよ、滑らないんですよね。斉藤美月もよく見てました。最後パトリッキー1対1になりましたけれども、ジョン・ソンミョン、そして右足よく防ぎました。中にはルキア、そして佐藤亮太もいる。井出口、前島、金森、仕掛けて抜いていく、金森が行く、金森マイナスのクロス、佐藤欲しいんです。いや、ここはもう本当に金森の押しかけですよね。ここでしっかりと踏み切ったことは、もう本当ここで全てですね。ここでしっかりと、まあ、浦和もね、ショルツ選手もいい守備しましたし、広島も佐々木選手がいい守備しました。スルーパス、加藤が行った、切り返して加藤だ。下との次は俺が担う、選手もかわしましたし、まあ、切り返してから、ね、西川選手のポジションもしっかりと見てニアを、ね、抜きましたね。まあ、落ち着いてますよね。まあ、待望の、ね、サンフレッチェ広島で の, このゴールは、ね、彼にとっても大きいですし、チームにとっても大きな同点ゴールになりましたね。左からのコーナーキックになります。キッカーは中村、なかったですよね。もう完全にファーサイド、これフリーになりましたね。で、逆サイド行ってますけど、ナルセが左足1本で防ぎましたね。俺自ら取った右手、岩渕見事。止めたー、ドンピシャリ山内光大、見事。よく動かなかったですね、最後まで。素晴らしいキーパー、ゴールキーパーだと思いますね、今のは。はい、はじいた、防ぎました、森秀。ここは決めることができませんでした。